あれ？おーい、パジャマの上着知らないか？一緒に持って行ったでしょ。おかしいな。なくなったの？確かに入るとき着替えと一緒に持って行ったんだがな。最近よく物がなくなるのよね。それも鍋とか長靴とか変なものばっかり。鍋に長靴にパジャマか。ジャックの仕業じゃないのか？でもどこへ持っていくのよ。そうだよな。たちどこ行ってたの？心配したのよ。それがさ、公園でふとしくんに会ってさ、そしたらふとしくん家で遊ぼうってなってさ、それでふとしくん家に行ったのな。ふとしくん家もいいけど、これからはちゃんとお母さんに行ってからにしてよ。じゃあ後でな。後でな。バイバイ。うるさいな。おい、お母さん、ヒョウが今日ゆうくち行ってくるね。ちょっと待ちなさい、ヒョウが。
持ってきたの？だって急いでたから。まったく氷河は氷河ないな。ただいま。おかえり。すぐご飯だから手洗ってきなさい。ほーい。うっほっほー、うっほっほー。あれ、おかしいな。確かにここに入れておいたはずなのにな。お兄ちゃんね、さっき冷蔵庫開けてたよ。え？うっほっほー、うっほっほー、うっほっほー。氷河、ここに入れておいたお味噌知らない？うっほっ。知らないよ。嘘だ。お兄ちゃんさっき冷蔵庫開けてたもん。うるさいな。お兄ちゃんが取ったんだ。黙れ黙れ。やったんだ。やめなさい。二人ともやめなさい。氷河、正直に言って、お味噌どこにやったの？嘘ついたらエンマ様に舌引っこ抜かれるよ。陽気だみ。秘密基地？でも誰にも言わないって約束したんだ。じゃあお鍋も長靴もパジャマも体重計もみんな氷河なの？エマ様だよ。いやーね、うちの足拭きマットじゃないの。この壺壊れんでよかった。どうする、この段ボール。そやかてこのままにしとくわけにはいかへんやろ。片付けるしかないか。お疲れ様。あとは燃えるゴミの日に取りに行きましょう。そうね。今度壺持ち出したら芝居立てよってな。ふとし、帰るよ。ゆう、お前のせいだ。お前が約束破ったからだぞ。動画、何してるの？先行ってるよ、ジュラ。はあ、秘密基地ね。それでずっとむくれてんのか。かわいそうだとは思ったんだけど、そのまんま残しておくわけにもいかないしさ。ま、明日にはケロッとしてるよ。いいからほっとけほっとけ。ダーリン、男同士なんだから言葉かけてやるとかなんかあるでしょ。いちいち気にすることないって。俺なんて秘密基地いくつぶっ壊されたかわかんねんだからさ。そうやって男は強くなっていくもんなんだよ。もう、知らないところでたくましく成長してるのかもしれない。ジャン！ケン！ポン！やあ！行ってらっしゃい。お父さんは？お父さん行かないの？
お父さんはお留守番してるって残念だな。お父さんの分も無敵レンジャーによろしくな。あー、け、残念はこっちのセリフよ。こうしてじゃんけんに負けた私が無敵レンジャー賞に付き合うことになったのであった。ガオ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 。ミーハーママ無敵レンジャー大ピンチ。もうショーは2時からでしょ。こんな早くから来たって。うわあ、もうこんなに。ほら、お母さんが遅いから。お母さんが遅いから。ごめん。ほやかさん、あ、ちゅるちゅー、今日もうほほい、みんなやっぱりね。ポヨタさん、どうせ遅いだろうって。場所取っといたんやで。サンキュー。サンタただいま誕生。おーおー、無敵無敵レンジャー。さあ、これで場所取りは OK だし、ショーが始まるまでたっぷり時間あるから、バーゲン行かない？バーゲン行こう行こう。行きまんげ先生だ。先生、今誰かが呼んだような。イケマンゲ店長。あっちゃー、せっかくの差し入れのケーキが。あ、ジュラちゃん。あ、本当だ、イケマンゲ先生。いたぞ先生。あれ、みんな先生も無敵レンジャーに出るの？やっぱり先生無敵レンジャーだったんだ。違うって。なんだ、先生出るんじゃないのか。じゃあ今日は先生の後輩の方たちが無敵レンジャー賞を。まあ。ねえねえ、私学やめるのって初めて。私も。もうすみません、子供たちがわがまま言いまして。いいえいいか、みんな静かにしてるんだぞ。はい。失礼します。何やってんだ！もう一回探せ！はい！よく探せよ！伊部さん？あ？一文字！お、先輩！ヤンバルクイナマンがない？ったく、あれほど確認しろって言ったろうが。すみません、すみません！あ、もしもし、山ちゃん？何？やっぱりそっちにあった？くー、参ったな。今からじゃ持ってきてもらっても間に合わないし。あ、うん、うん、わかった。じゃあ、きしょー、ヤンバルクイナマンなしでどうやって無敵レンジャーやるんだよ。先生、あの、あ、はい、お取り込み中みたいですし、私たちはこれで。お邪魔しました。さ、行くよ。やだ、行かない。いいから、ほら。仕方ない、今回はヤンバルクイナマンが出ない話に変えよう。ヤンバルクイナマン出ないの？そんなのつまんない。おじちゃん、なんでヤンバルクイナマン出ないの？しょうがないんだよ。今日ヤンバルクイナマンいないんだから。なんでいないの？ヤンバルクイナマン出なくちゃつまんないよ。ショウガくんたちかわいそう。いないんだったらしょうがないじゃないの。じゃあ、ヤンバルクイナマン作ればいいんだ。え、ショウが作る。アキュラも作る。レイラも作る。僕も作る。僕も。さすがショウガくん、いい考え。そんなこと無理よ。できるわけないでしょ。伊部さん、あ、どうでしょう。僕も手伝いますから、ヤンバルクイナマン、子供たちに作らせてやってもらえませんか。なんだって。さあ、お母さんたちも一緒に子供たちを手伝ってください。さあみんな、ヤンバルクイナマン作ろう。一文字。
よし、いいか、みんなで手分けして作って後で合体させよう。わかった。よし、ヤンバルクイナマン、ヤンバルぞ。なっちゃって。一文字、うまくいかなかったらヤンバルクイナマンなしでやるからな。はい、勝手なこと言ってすいません。だけど作ればいいには参りました。僕たちにはそんなこと思いつきませんでしたから。やっぱり子供の発想って素晴らしいですよね。さあみんな、材料を集めに出発。あお母さん手伝おうか。お母さん邪魔。ガチャはいいな。お母さんあっち行ってて。もうママは邪魔しないで。そろそろ時間だ。もう客はいっぱいだぞ。すいません、あと少し。お母さんまだ。ほんと遅いわね。何やってんのかしら。おい、何やってんだよ。皆さん、すいません、もう少しで始まります。今しばらくお待ちください。あらま、奥さんたち。ポヨタさん、ちょっと何なの。星野さん、どういうこと。私たち朝からずっと待ってんのよ。うん、あのね、実は。はいはい、みんな静かに。無敵レンジャーは別のところで悪者をやっつけて今こっちに向かっています。へー、本当だの。おばちゃん、おばちゃんが本当だって言ってるんだから本当よ。わかったね。いいですか。だからみんな、もう少しいい子で待ってましょうね。じゃあいい子のためにおばちゃんが歌を歌ってあげましょう。問答無用、ただいま剣山、おう、おう、無敵無敵レンジャー。星野さん、さすが。しきるしきる。頑張るクイナマン、いくらでもかかってきなさい。はあ、なんだこれは。どうしたんですか。うわ、できたできた。あちゃ、それのどこがヤンバルクイナマンなんだ。だってこの歯が可愛いもん。僕パイナップルが好きなんだ。ミイラも。これならキャッチボールもできるよ。髪の毛あったらいいかと思って。けど三つ編みにしたら先生はヘタピだね。お前ら一体何作ってたんだよ。やっぱりヤンバルクイナマンなしでいくぞ。急いで無敵スタンバイ、音楽スタート。はい。無敵レンジャー、ただいま参上。ヤンバルクイナマンめ、今日は私に恐れをなして出てこれぬようだ。行くぞ無敵レンジャー。クエ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 。何。ほら戻ってきなさい。ちょっとここで。やめて、誰かなんとかして。やられた。イベさん、しっかり。すみません。お母さんまで出て行かれたらもうお願いです。やめてください。お願い。子供たち、それはヤンバルクイナマンより強い。
七夕の夜に子供が7人。まずは夕飯食べさせて。みんな好き嫌い激しいな。あれ、いつの間にお風呂に。あ、ダメだよ、びしょ濡れのまま遊んでちゃ。もう星を見に来たんでしょ、星を。次回、ママはぽよぽよザウルスがお好き、バタバタママ